RC2 は1987年にロナルド・リベストが設計したブロック暗号を。RC はロン・エスコードまたはリベスト・サイファーの略。リベストの設計した他の暗号として RC4、RC5、RC6 がある。RC2 のミックス変換 RC2 の開発資金はロータスノーツソフトウェアの一部として輸出可能な独自の 暗号を探していたロータス社が資金提供した。NSA はいくつかの修正を示唆し、リベストはそれを取り入れた。さらなる交渉の末、この暗号は1989年に輸出が許可された。RC4 と同様40ビットのキーを持つ RC2 はアメリカ合衆国の暗号輸出規制の中では重宝された。当初、アルゴリズムの詳細は秘密とされたが、 1996年1月29日 RC2 のソースコードが匿名でネットニュースの際クリプトにポストされてしまった。似たような機密開示は RC4 ですでに発生していた。ポストしたものが使用にアクセスする権限を持っていたのかリバースエンジニアリングでソースを作成したのかは不明である。RC2 は64ビットブロック暗号で 任意調の鍵が可能である。18ラウンドの変形フェイステル構造で、うち16ラウンドが一つのタイプ、2ラウンドがもう一つのタイプである。ミキシングラウンドは4種類のミックス変換から構成される。RC には234個の選択平分を使った関連鍵攻撃に対して無防備である。ありがとうございます。